おい、あとはお前、昔デスペに勝ったからシングル挑戦させろだって。あ、いやいやいや、しつけえ男だな。あ、いつの話を引きずり出してるんですか。しかもその挑戦は東京ドームで無様な結果で終わっただろ。え、まあなんとかベルトに絡みたい意気込み、それはわかる。だがな、お前まで勝手に割り込んでくるんじゃないよ。あ、俺を脅かすぐらい力をつけてから物を言え。よし。今日はさ、天童さんおらんかったけど、俺のグランドマスターへの道、IWGP ジュニア挑戦への道はまだまだこれから始まったばかり。まだまだ一人ずつ倒していって、俺の目標への道を歩んでいきたいと思います。 I will be the grand master。 ケツを噛まれたよ、ケツを。なんてやつらだ、本当にあいつら、なんてやつらだ、本当にあいつら、クソ、次はケツにあいつら絶対噛めないようにしてる、あいつら噛めない、噛んだら最後、あいつら噛んだら最後、仕掛けてやろう。来た、ちょっとずつ来ましたよ。なかなかね、パフォーマンスっていうのは頑張ってても上がんないことがあったけど、また鹿児島でね、特殊なトレーニングやらせてもらって、出力、筋肉の出力自体も上がったし、見栄えもね、見た目の自信に変えていくから、なんとかあと1週間間に合いそうかな。はい、何が言いたいかっていうと、調子が上がってきてます、はい、よし。なかなかね、テレビつけたら不安なニュースね、世界にはやっぱりこう暗くなるニュースがあるけど、それはもうね、共に生きていくしかなくて、でもそんな中でも自分にとって楽しい時間っていうものを大切にしてほしいなって。それがプロレスでもいいし、読書でもいいし、映画鑑賞でも、音楽聴くことでもいいし、心からリラックスできる楽しい時間っていう時間がね、一日のうちに一回でもちょっとあれば、そんだけまた元気になれると思うんで。